豪語してしまった自分が。はい、よろしくお願いします。どうもハイチーです。今回ね、素敵なゲストを1年ぶりにお招きしましたので、自己紹介の方よろしくお願いします。ご無沙汰してます。ご無沙汰しております。四角スクエアから来ました紀藤と言います。どうすればいいのか、覚えているっていう状態を続けるためには何度もやらなきゃいけないわけですね、うん、四角スクエアというのはですね、オンラインで司法試験とかの法律系の資格を勉強するサービスなんですけど、四角スクエアチャンネルというですね、派生した YouTube チャンネルをやっていまして、弁護士さんになって初めてもらう初任給、うんうん、今日はですね、私のその受験生ライフを、はい、実際の失敗も含めてですね、うん、お話ししたいなと思うんですけども、はい、まあ、そこで勉強法とか、まあ、いろんな情報を発信しているというチャンネルになります。はい、今すごい硬い感じで今始まってるんですけど、はい、今回対決です。やばい。今回もちょっとトークをしようかなと思ったんですけど、まあ、トークはね、紀藤さんのチャンネルで今回させてもらったので、はい、倒しに行こうと思いました。やだな、もう紀藤を倒しに行こうと。もうその企画だから、もう自己紹介も上の空です。見てくださってる皆さんも知ってる演習率をちょっと使ってみようと、10分でどこまで覚えられるかっていう無茶ぶりですもん。やばいっすよね、はい、ガチンコですから。ガチンコです。ちなみに今代表この時点でどこまで知ってらっしゃいます？ 3.1415 ぐらい。あ、マジ。そう、でもそこなんですよね、うん、その後がね、多分92か29なんですよ。あ、そうじゃあそんな感じですよね。そう、ガチで覚えて何桁までいけるかっていうを対決するんですが、ちなみに代表、まあ、目標なんてものはどの辺まで？目標はね、あ、プロですからね。まあね、はい、まあ、3桁はいきたいです。でしょ。100はいきたい。おお、100はいきたいです。え、ちょっとどうしよう、俺結構この、まあ、目標言うときにちょっと持って頑張ろうと思って頑張ろうと思って30桁って言おうと思ったんで。そう、超恥ずかしい。いやー、頑張ってますね兄貴。紀藤さんも頑張ってます。今回聞いた話によると、2人とも語呂合わせでやっていたということですね。ここでなんと紀藤さんはメガネを外すという、本気ですね。こんなに真剣な30代男性、なかなか見ることができないんじゃないでしょうか。あ、これ紀藤さんですね、頑張ってますね。いやー兄貴、これ頑張ってるふりですね。頑張ってるふりは違う違うと。まあこんな感じで、あ、時間が。豪語してしまった自分が。10分一瞬でしたね。いや、これはもう思い出せねえな。あー、やらかした。ここが思い出せない。 3.1415923523283293529。間違えた。でも代表が43桁目で間違えました。42桁ですよね。自分は、24桁目で間違って、でも言い訳するとね、あと全部合ってるんですよ。あー、くそ。間違えたとこは違うわけでしたね。そうっすね、はい、それ無理です。予想以上に難易度が高い。でもね、10分で、まあ、50桁完璧じゃなかったですけど、50桁インプットできたのは、いやいやね、頑張ったんじゃないかな。俺結構ギリギリだったんで、マジで。いや、視聴者の皆さんやってみてほしい。でもこれをテストの時に活かせる知識に、はい、まあ、していかなきゃいけないので、まあ、そこちょっとだけ話して終わりたいなと思うんですけど、そうですね、うん、まあ、やっぱり今日暗記のプロとしてこう。すげえ、もうなんかもうブランド型落ちなさい。忘れてしまうので、うん、その復習するタイミングというか、やっぱ反復練習必要なので、
これをじゃあ自分らが50桁維持するためにはどういうタイミングで復習したらいいですかね。いや、 やっぱりね、はい、覚えたてがね一番すぐ忘れるんですよね。最初めっちゃ不安定なんですよ、はい、大体4回から5回ぐらいって言われてるんですけどね、脳科学的には言われてるんですけど、はい、まあ、それ人によってちょっと違うみたいなんですけど、まあ、いずれにしろ何回か反復するっていうのと、はい、その反復のタイミングは、はい、覚えたての段階から近ければ近い時の方がその感覚を短くした方がいいんですよ。だからよく言われるのは1日後、3日後、1週間後、2週間後、2ヶ月後とか言われるんですけど、はい、僕だったらこれを編集率を維持しろって言われたら、はい、まあとりあえず今日の夜やりますよね。で、今日の夜帰りの電車で覚えて、やりこむ、はい、なんだっけなって覚えて、はい、むくみ間違えたんだよな、はい、むくみ絶対4じゃなくて3にしようみたいな。そうですね、自分結構悔しいんで、これ後でちょっと動画撮ろうと思ってるんですけど、今これ撮影終わるじゃないですか、はい、実はこの後大阪出張なんですよね。なるほど。東京駅でまず絶対チェックしますから。で、新幹線で絶対チェックするんですよ。まあ、それが大事なんですよね。結構勉強する学生のみんなって、勉強終わりましたよしってなったら次に気楽までやらないんですよね。なるほど。じゃなくて、例えばなんか休憩の時に勉強しなくてもいいから、なんだっけさっき覚えたのみたいなのはやっぱ大事かなと思うので、まあ、代表言ってくれたように短い間隔で、最初不安定だから、はい、安定するまではやるっていう。今回プレゼントをプレゼントいただけるということで、そうですね、はい、やっぱりそういう形でこう最初と最後勉強するみたいな勉強計画をね立てるの結構難しいのかなと思ってるんで、はい、勉強スケジュール作成における5つの心得というのを、ね、私の方で作りました。ほう。これをこのハイスさんのチャンネルから、はい、資格スケアチャンネルに来ていただいて、ほう、チャンネル登録をさらにしていただければ、はい、このね勉強スケジュール作成における5つの心得をですね、はい、漏れなく全員にコメントしていただいた方全員ですね、チャンネル登録をしてコメントしていただいた方全員に差し上げますので、はい、ぜひですね資格スケアチャンネルもチェックしてみてください。よろしくお願いします。ハイさんとね、はい、コラボしてますからね、再コラボ。そうです、あのまた話してもね、ちょっと雰囲気違いますけどね、結構真面目だと思うんで話してるんで、ぜひねそっちも見ていただいて、まあ、概要欄にあのチャンネルとリンク貼っておきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまた次回、まあ、まあ、次回の対決かな。そうですね、ちょっと練習率逃げないやつですよね。そうですね、2人でリベンジできるんで。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。おはようございます。昨日撮影しまして大阪に来て、朝を迎えております。眠いっすね。で、昨日暗記やったじゃないですか、まあ、50桁ちょっとできなかったんですけど、それが1日、まあ、日が明けても残せるようにちょっと頑張ったんですよ。新幹線、移動の新幹線で1回チェック、頭入れ直す。で、ホテルに着いて1回チェック、寝る前に1回チェックっていう感じで、まあ、自分の中でこのぐらいの感覚でっていうね、配置自身がこのぐらいだったらいけるっていうの分かってるから、その感覚で一応入れてみました。ちょっと朝で自信ないんですけど、ちょっとチェックして書いていきましょう。いきますよ、ちょっと喋りながらいきますね。で、まず自分の覚え方ね、ジムが4つあります。で、昨日間違ったのここね、3、3、8、3が意味わかんないと思うんだけど、に泣くんだよ、泣いちゃうの。に泣く。後藤にね、なんだっけ、葉っぱあげるの。後藤に葉っぱと41個の苦内、あの忍者とか使うんですね、あの、あれか、くの市か。苦内を、まあ、あげようと、あげるイメージを持ってて、で、待ってね、苦内が終わったら、なんだっけ、あ、ムックだ、ムック。ガチャピンとムックの。ムックさん、クックさん。ムックさん、クックさんがいて、な、後藤って言ってるイメージ。な、後藤って。な、で、こっちの後藤は、510の後藤で気をつけよう、みたいな。ちょっとみんなこれ見ながら、あ、いや、俺が言えばいいか。こっち見せながら行った方がいいよね。これ今これ書いたやつ。ちょっと汚くてごめんね。行くよ。3.14159265353 大丈夫ね。で、89793、23846、264332795028841971、693993751
でも反復回数が多ければ多いほどいいとは思ってるけど、無駄打ちもしてしまうから、まあ、できる限り最初はやっていっぱい。やってって、そんなにやんなくてもいいかなって、だんだん削っていく。で、削りすぎたら忘れちゃうタイミング出てくるから、あ、これは削りすぎなんだというふうに判断をして、みんなの知識の方をね、頭に入れたものを抜かないようにしてみてください。自分はちょっと、まあ、時間見つけてもうちょっとやってみます。はい。ということで、以上、ありがとうございました。